エムデンは第一次世界大戦後にドイツ海軍が建造した軽巡洋艦で同型艦はない。本艦は第一次世界大戦後のドイツで最初に建造された軽巡洋艦であり、エムデンの名を持つ三隻目の艦である。本艦は自国の沿岸警備のために建造された軽巡洋艦である。基本的な設計は前代戦時のケルン級にとり、 戦訓に基づいた改正が行われた。船体の建造には従来のリベット止めではなく、電気溶接を多用して軽量化している。本艦の模型。本型の船体形状は平ら乾板型船体となっており、艦首形状は前型のケルンと同じクリッパー型艦首を備えるが、排水量は5000トン台となり大型化された。艦の構造を全部から記述すると、 司令塔を下部に組み込んだ操舵環境の背後には見張り所を持つ短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に2本煙突が立つ。その周囲には関西艇置き場となっており、関西艇は2本一組のボートダビットが片弦二組で計四組により運用された。元甲板上の下の主甲板上に50センチメートル連装魚雷発射管が片弦一基ずつ。 計2機が配置された。2番煙突の後方の甲板上に 8.8cm 広角砲が2機、配置された。左右の原則甲板上に 15.2cm 速射砲が棒立ての、ついた単層砲がで、片原2機ずつが配置された。後部甲板上に、簡素な後部マストと、後部見張り所が設けられ、後ろ向きに 15.2cm 速射砲が、 背負い式に2機が配置された。後日する本館と、古高型重巡洋館、過去との交換見学会が開かれた際、エムデンの図面の一部が日本側に提供された。エムデンは、旧式巡洋館、ニオベの大館として、ビルヘルムスハーフェン交渉で1921年12月8日に寄港され、1925年1月7日に浸水し、10月25日に、 収益した。1930年代に広角砲や機銃が増設された。また、第二次世界大戦中には1 5トル砲の48口径 C36 単装砲への換装8 8トル広角砲の1 0 5トル広角砲への換装などの改装が行われた。第二次世界大戦前は主に練習艦として使用され、 1926年から1939年の間、大西洋、太平洋、地中海を幾度も航海した。1931年6月下旬、エムデンは二度目の訪日を果たし、日本海軍関係者はドイツの造船技術に注目した。そこで、エムデンと同時期に完成した、古高型重寿命容館、過去との交換見学会が開かれた。7月2日、 海軍関係者10名は横浜港でエムデンに上艦する。熊型軽巡洋艦と同規模であるが余裕のある構造であり、防御に重点を置いているのではと推測している。また、エムデンは古高型の同時期巡航にもかかわらず、当時の日本では使われていなかった電気溶接を多用していることにも触れている。日本側に戦亡の極みと言わしめた点もあった。 1937年1月にも再び来日。同年1月21日、昭和天皇は宮城法王の間において、当時エムデン艦長ワルターローマン大佐及び特命全権大使ヘルベルトフォン・ディルクセン等と謁見した。エムデンは1939年9月3日に、嫌い不説任務を終え、嫌いを積むためビルヘルムスハーフェンに戻っていたところ、9月4日に、 イギリス軍のブリストルブレニム爆撃機10機が来襲した。4機がエムデンに対して爆弾を投下したが命中はしなかった。しかし、被弾した爆撃機1機がエムデンに衝突した。さらに爆弾の破片でも被害が生じ、29名が死亡し、30名が負傷した。1940年のノルウェー侵攻作戦、ベーゼル演習作戦には、 オスロ攻撃部隊として参加した。その後はバルト海で主に練習艦として使われた。1945年1月からは東、プロシアからドイツ北部やデンマークへのドイツ軍兵士や市民の避難を手伝った。1945年4月10日、ヒール軍港で被爆し、14日、座礁、26日に除籍5月3日自陳した。ありがとうございます。